気をつけ、レイ。タワダの際、第4位。レイ。レイ。タワダの際、第4位。レイ。それでは、タワダの際、台の解説をします。長い方ではありますが、同じ動作の繰り返しになりますので、ある程度頑張れば覚えられる方です。しっかりやってください。では、始めます。まず、平足立ちで、際を脇に構えた状態から始めます。はい、レイ。はい、タワダの際、台、ロー。はい、イーチ。完全屈立ちで、かけの構えですね。ここの鍵の部分で相手の攻撃をかけながら、構えます。はい、エイジ、はい、内受けです。エイ、三、四、下段払い、つく、お、さっき移動稽古でやった動作ですね。六、この構えが特徴があります。水平に構えて、この状態から相手の目を攻撃します。そして、もろ手突きをします。お、目をかけて、つく。ロー、下段から上段受ける。オッ、この状態から物手で、一気に攻めますね。えっ、この場合、二本一遍に打つというふうにする先生もいますが、片方の際で相手の攻撃をかけておいて、こ
こちらで打つという解釈もあります。極真館ではこちらの方を採用しています。回転しながら物手で受けます。 H 引き取る、はい、A 下段払い、今後ろ向きで見えませんが向こう行って回るとまた同じ動作になりますので続けます。 H、はい、四股立ちですね。千円鎮という方と同じです、上段と下段で構えますね。 A、 下段払いから二本突きです。 A、 また四股立ちで上段と下段を払います。 A、 内受け2、3、4、5、6、ここは先ほどこの辺で行った動作と同じですね。構えて相手の目をかいて突きます。えい、えっ、えい、下段に合わせて奥上段、よし、もろ手で打ちます。添え腰立ちですね。添え腰立ち、はい、待って、はい、これが先ほどの動作です。後ろ向きで分かりませんでしたがこういう形になります。若干ずらして受けるようになりますね。下段で受けます。えい、これ引き取るという、手前に立てて回して引き取ります。もう一回やって、この状態からそうね。で、このように平行に構える場合もありますが若干ずらして構えます。ここから下段払いから二本突きです。えち、えっ、あん、はい、今度は 横向きで内受けです。ここから相手の攻撃をずっとかわして、かわしながら打ちます。やってみますね。はい、えいち、かわして打つ、えい、下段払い、3、はい、待って、打ち受けです。また同じ動作をこの反対に行います。必ずしっかり受けてから打ちますね。えっ、えい、おっ、6、よし、はあ、この先ほどと同じ動作です。C、下段払い、うん、5、6、よし、はあ、キュッ、そのまま。でこの時に受けがですね、こう弱くならないようにしっかりとこう絞り込むようにしてですね、強い攻撃を跳ね返せるように受けてください。えっ、えい、えっ、3、4、5、はい、今度新しい動作ですね。前屈で後ろ向きに下段払い、上段をカバーしながらいきます。足を寄せて、つる足立ち、下げ足立ちとも言いますがつる足立ちになって下段を受けます。はい、相手の強い下段を受けますね。お、下段払い、オフ、よし、相手が下段を強い攻撃できますから足を上げながら前に攻めながら受けます。えい、えい、足、キュー、よっ、よし、えい、3、4、5、6、1、8、9、10、ここまでもまた同じ動作ですね。えい、取って、えい、3、4、相手の攻撃を下段に落とすように受けます。5、さらに上段にまた受けます。ここから大きく踏み込んで相手の上段を打ち込みます。6、1、山構えと言いますか、こうこのように両手を開いて左右立てます。漢字の山に似ているので山構えと言われていると言われています。はい、大きく回して左右当てます。この状態、相手の攻撃を受けてこの状態から突き込みます。はい、下がりながら四股立ちで下がりながら外受けと下段払いを繰り返しますね。はい、構えて、はい、直れ、はい、休め、特にですか、特に、この内受けのこの払いの動作がたくさん出てきます。それから特徴としては構えて目をかいて物手で打つ、こういう動作が大変多いですね。それから下段の払いをした後引き取って下段二本突きというような動作が繰り返されてますので、しっかりと稽古を積んでください。はい、以上で解説終わります。